君が生まれてくれた日は桜舞う春の午後、ただ健やかであればいいと初めて祈った。君が僕見つめたい、吸い込まれてく瞳、ただこうしていられることが何より幸せ。初めて僕を呼んだ日は嬉しさに舞い上がり、慌てて電話をかけたよね、ママは笑ってた。君と手をつないだ日、小さくでも確かな強さを秘めたそのぬくもり、僕は忘れない。君が歩き始めた、君といれるこの日々、いつか離れてく日が来てもここで思ってる、君を愛してる。皆さんこんばんは、三上千佐子です。今聴いてもらった曲、どうでしたか？11月28日、去年のね11月28日に、再始動から1年経ったよっていうことで、記念企画でね、みんなに、テーマをもらってそれを曲にしようっていう企画があったんですけど皆さん覚えてますか？まあ、ようやくね、曲ができたので、今日ね聞いてもらいました。本当にね、皆さんコメントいっぱい書いてくれて本当にありがとう。本当なんかどれにしようか迷ったんですけど、今回はねこの曲にしました。まず、誰のテーマを選んだかっていうのを発表したいと思うんですけども、今回選ばせていただいたのはプーちゃんさんです。プーちゃんさんどうもありがとうございます。プーちゃんさんは、おととしの4月にですね、待望の第一子が生まれたっていうことで、初めてのお子さんが生まれた日の喜びとか、自分に笑いかけてくれた日の嬉しさとかね、そういうのを歌ってほしいなっていうことだったので、なんか今回は子供が生まれた日の喜びっていうのをテーマにして歌わせていただきました。タイトルはね、晴れの日っていうタイトルにしたんだよね、喜ばしい日なので。で、なぜね今回このテーマを選んだかっていうことなんですけど、自分もね子供が2人いて、プーちゃんさんのそのコメントを読んだ時にすごい私も自分の子供が生まれた日のことをすごい思い出して、なんかすごい懐かしくてあったかい気持ちになれたんですよね。すごい忘れてたんですけどで、なんか気がついたらこう結構すぐね自然とメロディーが浮かんできてました。プーちゃんさんの言葉に合わせて。で、結構この曲作ってる時は私もすごい久しぶりになんかこう幸せな気持ちになれたっていうかね、こう結構歩きながらこう作ってたんですけど、交差点で信号待ちしてる時とかね、鼻歌で口ずさんだりして、そんな感じで作りました。まあ最近はね結構反抗期になってきて、こうお互いいろいろ大変なんですけど、まあでもプーちゃんさんみたいにこう初めて子供が生まれてすごい嬉しいっていう人にも聞いてほしいし、私みたいにねこう結構
ずっと忘れてたんだけど、あ、こういうこと、こういう頃もあったなみたいな感じでこう思い出して聞いてもらえても、嬉しいなって思います。今回みんなにテーマをもらって曲を書くっていうのを初めてチャレンジしてみたんですけど、なんだろう、いつもこう自分の中でこう言葉を探して書いてるんだけど、今回そのみんなに、ね、書いてもらったこうエピソードを見ながらこう曲を作ってて思ったのは、すごいこう一人で作ってる感じがすごいしなくって、こうみんなで一緒に作ってるような感じがしてすごい楽しかったし、こう曲もね、できた曲も自分だけのものじゃなくって、こうみんなと一緒に共有できる感じがしてすごいいいなって思いました。結構実は他にもね、これも曲にしてみたいなとか思う曲、思うエピソードがすごいたくさんあったので、ちょっとまた、引き続きちょっと曲にしてみたいなと思ってるので、ちょっと時間かかるかもしれないんですけど、皆さんまた気長に待っててください。ということで、再始動から1年経ちました。記念企画、みんなにお題をもらって曲を作ろうの、今回はですね、そのプーちゃんさんに、書いてもらった初めて子供が生まれた日の喜びについて曲にしてみました。なんか聞いてね、感想とかもらえたら嬉しいです。ということで、三上久子でした。チャンネル登録よろしくね。ベルも押してね。2月8日にですね、茅ヶ崎のイオンスタイルの、1階かな、あそこ1階の正面入り口で、1時と3時からの2回、インストアライブをやります。この間ね、エビアナでやった時もね、結構お子さん連れで来てくれた人も結構多くって、なんか子供がねすごいうろうろしてたんだけど、なんか今回ね、ライブハウスとかじゃなくてショッピングモールなので、結構ね、子供も楽しめると思うので、皆さんみんなでぜひぜひ遊びに来てください。待ってるよ。